本日は日本版ゴッドファーザーと呼ばれた映画山口組三代目について語ってみたいこれまで映画の中で何かと脅威なる存在として映画仁義なき戦いシリーズにも山口組は登場してはいたが決してメインとしての描かれ方ではなかった実力ヤクザ路線シリーズの大ヒットに先駆けて次なる主力作として山口組三代目は制作された原作は仁義なき戦い と同じく飯星光一が手掛け、朝日芸能に連載された。任侠路線が不入りとなり、実力路線で高倉健の売り出しにかかった。監督は高倉と任侠路線の映画で気心の知れた間柄であった山下耕作であり、実力路線を語りはしているが、どこか任侠映画の様式美を強調するかの演出ぶりに、死者を見た田岡も、ちょっと綺麗すぎると言っていた。物語は田岡が幼少期から青年期を経て、 山口組に入るまでの過程を、東映お得意の任境帳に描いていた。幼くして両親と死に別れ、親戚をたらい回しにされた霊宮時代の少年期から、家を飛び出し仇の仕事に精を出す青年時代から後年の田岡を高倉が演じていく。やがて同級生であった山口組二代目の山口昇の弟の口入れで、組の末端の下っ端からヤクザ家業の世界へ足を踏み入れていくのである。 本作は以前から企画されてはいたが、相手が相手なだけに難航を極め、実現の見通しがつかなかったが、仁義なきシリーズの大ヒットにより、一旦暗礁しかかった企画が、また軌道を見せ始めたのである。映画は怖いもの見たさから、話題騒然となり、空前の大ヒットを記録した。出演の俳優陣も高倉の他に、 ようやく高倉と人気を二分するかのような大スターとなった菅原文太に、実力路線ではお目にかかれなかった他の脇役俳優陣も数多く登場した。中でも田中邦衛との一杯の銀シャリを食べるシーンでは、泣く予定ではなかった高倉が、茶碗に一杯のご飯を盛られ、それを食べながら泣くシーンは感極まる名場面となった。